影山茂雄と花沢照樹、超能力者同士の対決はついに決着がつかなかった。互いの拠り所を拒絶し合った結果、そこに勝者はなく、虚無感のみが両者の胸に深く刻まれる結果となったかに思えた。なんだそれは。 Are you sure about that?